よくある話ですね。あ、でも綺麗にまとめてあるわ、ドリームメイクさん。もう全部向こうにお任せですわ。ねえ、あ、でもあそこあったら任せとったら間違いないですよ。そうですね。だぜ、あの商売人じゃないね、あそこは職人なんですよ。トライアンフも一台ストックあってんけど、はい、うん、いろいろ向こうのご主人と相談してたら、はい、まあトラブルなしで乗りたいんやったらこっちしとき言われて確かにそれは言えてます、うん、ちょうど、明日休みになりますんで、明後日はやってますんでね、はい、ま、ぜひ寄ってください、うん、ゆっくり寄せてもらいますわ。やっぱりバイクの好きな人が、そうですね、あの全国から来はります。一番遠い人で、日帰りで一番遠い人でね、うん、青森と鹿児島の方もいらっしゃいますしね、平均愛知県とか岡山県、四国やったら香川県あたりから走ってきはりますよ、結構ね、YouTube とか見てね、一番遠い人が、ノルウェーとアルゼンチンの方もいらっしゃいますしね、皆さんレンタバイク借りて来られたりとか、ね、あ、なるほど、いろんな方いらっしゃいます、うん、チョーク、これはあ、こっちも締めっぱなしにしとき言われた、はい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 、OK、わかりました。25、6の時にこれの青乗ってましたね。あ、もう先週のバイクやね。おー、いい感じ。あ、じゃあ、寄っていきます。はい、終わりです。